男子のシングル最後はソビエト、ドミトリー・ドミトレンコの演技をご覧いただきます。ここまでオリジナルプログラム1位、優勝を狙ってのフリーの演技です。ベートーベン、英雄に乗っての演技。高い、これは素晴らしいトリプルアクセルですね。まだ回れそうですね。余裕ありますね。はい、任されたわけじゃないんですが、ペトレンコ選手に雰囲気がちょっと似ているような気がしませんか。そうですね、体つきも似てるのかしら。ちょっとでも足が短いんじゃないですかペトレンコより。これもいいですね。回転が非常にいいですね。鋭いですね。しかしソビエトっていうのはこういう選手がいっぱいいるんですね。恐ろしいですね。このコンビネーションもいいですね。はい、173cm、62kg ですが、まだまだ長身に見えます。そして鋭いジャンプと、また対照的なこの優雅な動きもいいですね。非常に、この表現力というのですか、丁寧ですね。指先の動きとかが、フリーレグもそうですね。バレーをしっかりやっているという風な動きですね。はい、持ちこたえています。まあ、ドミトレンコ選手の戦績を探してみたところ、その世界戦というよりも去年モスクワのニュープライズで4位になっているという他は、ジュニアも初登場なんですね。そうですね。で、優勝でしょ。はい、ですけど彼の場合はこれシニアに出てっても通用しますよね。もう結構いいとこ行くんじゃないですか。はい、18歳ジュニア最初で最後ということになります。高い、このジャンプを決めた後のアピールというか見せ方もこう心にくいものがありますね。スピードはいかがですか。いいと思いますね。はい、そして高さは、もう一度このトリプルアクセルとのジャンプシークエンスですね。非常に内容も高度です。はい、イーグルも優雅です。場内からも思わずもうキャーという歓声が上がっています。なおかつ正確です。持ちこたえました。これ転ぶのと持ちこたえるのじゃもう全然違いますね。はい、もう4分は瞬く間に過ぎました。思わず見入ってしまいました。この演技、ソビエト、ドミトリー・ドミトレンコ、素晴らしいですね。彼はね、満足のガッツポーズ。得点も高いですね。安定した演技でオリジナル、フリーともに1位、完全優勝を成し遂げました。それでは男子シングルの結果です。日本から出場の2選手の結果もご覧のように。